さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。はあ、学祭1日目疲れたな。まさか学祭が2日間もあるなんて。まあ明日は自由に回っていいみたいだけど、正直言って友達もいないし一緒に回る人もいないしな。特に一人で回りたいとも思わないし。ああ関口さんと一緒に学祭回れたらな。それにしても随分夜寒くなってきたな。やっぱり海辺だから余計にそう感じるのかも。あ、もしかして寒くなってきたら関口さんももうベランダに出てくることが減るんじゃ。はあ、僕の唯一の癒しと楽しみの時間が。寒くなってきたな。あれ、堀川くんベランダいたんだ。寒くないの？全然寒くないよ。なんだったら冬でもベランダに出ようかなって思ってるくらい。そうなんだ、堀川くん寒くなってきたからもう出てこないかなって思ってた。私ね、ここで堀川くんとお話しするの実は楽しみにしてるんだ。でも堀川くんは一人の時間が欲しいよね。私邪魔かな？そんな、全然邪魔なんかじゃないよ。むしろ友達がいない僕にこんなに話してくれてありがとう。そっか、それならよかった。天使だ、関口さんはやっぱり天使だ。そうだ関口さん、学祭1日目お疲れ様。結構僕たちの劇盛り上がったみたいだね。そうだね、危うくあの衣装着さされるところだったけど堀川くんに助けてもらってよかった。そういえば堀川くんは明日の自由時間どうするの？どこか回りたいところあるの？正直特にないかな。一緒に回る相手もいないし。それなら明日メイド喫茶来てよ。私明日メイド喫茶のお手伝いすることになったんだ。そうなんだ、関口さんがメイド喫茶か。絶対似合うよ。僕なんかがお邪魔して場違いじゃないかな。そんなことないよ、私は堀川くんに来てほしい。わかった、必ず行くよ。頑張ってね。やった、じゃあ明日待ってるね。くぅ、関口さんメイド喫茶やるんだ。絶対に可愛いだろうな。なんだか学祭がすごく楽しみになってきた。学祭2日目、正直別に投稿しなくたってバレないんだけど。関口さんに来てほしいって言われたし、それに何より関口さんのメイド姿が見たい。大丈夫、関口さんのメイド喫茶に行ったらすぐに帰ればいいよ。ねえねえ翔吾、一緒に回ろうよ。ああ別にいいぜ、屋台で半分こしようぜ。羨ましい、学祭をカップルで回れるなんて。いやいや何を言ってるんだ、僕には関口さんがいるじゃないか。別に彼女じゃないけど。もしかして僕って勘違いしてる陰キャのオタクって感じなのかな。なんかそう考えると恥ずかしくなってきた。確かメイド喫茶をやってるのはここか。なんかちょっと入るの勇気いるな。よし入るぞ。うわすごい、こんなに。想像以上に大盛況してるよ。それにメイドさんもいっぱいだ。おいしくなあれ、萌え萌えキュン。我が人生に悔いなしでやんす。佐藤先生、オムライスもっと頼んでくださいよ。いやいや、二つも頼んでるじゃないか。仕方がないな。佐藤先生、私たち騙されてますよ。だがそれでいい。いらっしゃいませ、一名様ですか？その一人です、はい。あ、堀川くん、来てくれたんだ。嬉しい。うわー、関口さん、すっごく似合ってるよ。関口さんが呼んだの？じゃあ案内してくれる？うん、任せて。堀川くん、注文は何にする？あ、間違えた。ご注文は何になさいますか、ご主人様？そのメニューは何があるんですか？メニューはあちらの黒板に書いております。やっぱりメイド喫茶って言えばオムライスかな。かしこまりました、少々お待ちくださいませ。おお、結構本格的で美味しそう。それじゃあいただきます。あ、ちょっと待って。
その美味しくなるおまじないがあるんですけど、どうしますか？ぜひよろしくお願いします。美味しくなれ、萌え萌えキュン。美味しい美味しいよ関口さん、こんなに美味しいオムライス食べたことないよ。くぅ、こんなに学祭って楽しいんだ。あー楽しかったな。関口さんのメイド姿も見れたし満足満足。もう任務は達成したし、おとなしく家に帰るか。堀川くん、この後すぐ帰るの？うん、そのつもりだけど、関口さんはこの後もずっとメイド喫茶だよね？そうなんだけど、今から1時間休憩なんだ。よかったら少し一緒に回らない？え、いいの？うん、回ろう回ろう。願ってもない大イベント来た。ごめんね堀川くん、私この格好で。うんうん、そんなことないよ、むしろそれがいい。あ、見て見て堀川くん、ミニゲームだって。やっていこう。この瓶に輪を通してくださいね。よし、絶対入れるぞ。頑張れ関口さん。えい、惜しいですね。もうちょっと前だったかな。もうちょっとだったのに。よし、じゃあ僕が代わりにあの緑の瓶に輪を引っ掛けるよ。そりゃすごい、お見事堀川くん。すごい、田舎育ちだからな。テレビゲームとかスマホゲーよりこっちの方が得意だからね。堀川くん、これ入ろう。げっ、これはまさかお化け屋敷？そこのお二人さん、めっちゃ怖いから入って。どうしよう、実は僕昔からお化け屋敷が苦手なんだ。関口さんはお化け屋敷とか大丈夫なの？怖いけど割と平気かな。ちなみにこのお化け屋敷、毎年一人は失神してるから気をつけた方がいいわよ。もしどうしても怖かったらこの目隠しをして進むことね。ただしもう片方の人が誘導してあげないといけないけど。じゃあどうしても怖くなったら堀川くんに案内してもらおう。うん、わかった、任せて。大丈夫、怖かったのは子供の頃だ、今はもう平気だよ。すごい、なんか雰囲気出てるね。そうだね、でも学校で作ってるお化け屋敷だし、そんな大したことないよ。大丈夫大丈夫、所詮学生が作ったやつ、本格的なお化け屋敷に比べたらなんてことない。ここで曲がるのかな。うわー、堀川くん大丈夫？もしかしてお化け屋敷苦手？実はすごく苦手なんだ。でも情けないところ見せたくなくって。そうなんだね、しょうがないな。じゃあ私が案内してあげるよ。ごめんね関口さん、本当に情けない。いいよいいよ、私が連れてきたんだし。どう？さっきより怖いところあった？どうだろう、私は結構平気だけど堀川くんは？多分進んでたら失神してたかも。そんなに怖いのあるの？大丈夫、もうすぐ出口だよ。わっ、たた、堀川くん大丈夫？ごめんごめん、やっぱり目隠ししてたら歩きづらいね。もう出口なんだっけ？そろそろ外しても大丈夫かな。じー、堀川くん、今何も見えてないよね？え、もちろん見えてないよ。もしかしてまだ何かあるの？そのまま目を閉じててね。なんだこの唇に当たる柔らかい感触。堀川くん、もう出口だから目隠し外して大丈夫だよ。ありがとう。最後なんか唇に当たったんだけど、何だったんだろう。さあね、何だったんでしょうか。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます、概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。